柏島カ島は、高知県旗郡大月町にある島である。足ずり和解国立公園に指定されている。スクモ湾の南に突き出た大月半島の先端に位置し、2本の橋で半島とつながっている。柏シワ島橋は1967年に、新柏島大橋は1993年に、それぞれ竣工した。自動車、バイクなどで直接行ける場所としては、 高知県西西端である。島の大半は、丘陵で北東に向かってなだらかに傾斜している。北東の平坦部に集落があり、漁港もここにある。南側が最も高く山上に、柏島灯台があり、南岸から南西岸にかけては断崖となっている。分後水道と太平洋の境にあり、黒潮の流入で周囲の海は温暖である。 このため1000種類近い魚種が確認でき、島の北部には、テーブルサンゴなどのサンゴ礁がある。スキューバダイビング、釣りなどのレジャーで賑わう。島の東側と半島で囲まれた入り江では、タイの養殖が行われている。小畜映画、釣りバカ西14を変土大パニック。公開のロケ地となった。柏島石亭は、江戸時代初期、土佐藩市政の野中健山によって、 慶安漢分年間の26年間にわたり建造された防波堤である。島の北、東、南の3面にバ堤状に築いた。規模は長さ690メートル、高さ3メートル、幅1.8メートル。これにより波浪が激しく漁業に不向きであった島を土砂西部有数の工業場に変え、島民の生活安定が図られた。 高知県文化財に指定されている。さらに島の南岸と半島側の間に長さ272メートル、高さ2.7メートルの突堤を築いて砂を、敷屋瀬を作って巨場とした。現在、この突堤の上には防波堤が築かれている。ありがとうございます。